インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 おー、京畜園ある。前食ったね、焼肉ね。宮崎にとうとう到着ですかね。宮崎市に着きました。着いたんだけどフェニックスが見当たらないんだよね。ちょっとフェニックス見ないとなんかね。フェニックスってあの木っすね。木だよね。ヤシの木、あれを見かけないとなんか宮崎に着いたっていう感じにならないんだけど。日南じゃない、日南の方に。日南だっけ。ていうかマジ焼き鳥屋の名前覚えてないよ。なんだっけ。テゲチューブに教えてもらって焼き鳥屋。あ、でもうちの動画の夫婦で宮崎旅のところに動画を上げてるはずなんだよね。あれを確認すれば分かるんじゃないかな多分。あ、知ってる、これ宮崎だ。これまさに宮崎市内。知ってるわ。え、開いてないの。いや、もう店の場所覚えてるよ俺、ぶっちゃけ。電話してからね。ああね、電話してからね。とりあえず、ホテルも近そうよ。だってこっからホテル 800m になっとると。ほんでそんぐらいだったろ。店も、店はあのほら駐車場があるって、あのほら誰でも弾けるピアノがあるとこ、あそこに近くて。うわ、駐車場いっぱいばい。駐車場満タンじゃん。うわ、どこも空いてない。ホテルにしかない。うん、ホテルの人に聞こう、これ。うわ、どこも空いてらんもん。しよろしく。めちゃくちゃ難しいところに止めろって言います。これをね、とりあえずねバックで行けた。すんげえ難しいところに。左は全然大丈夫。はいはい、見たらびっくりするばい。行くばい。よいしょ、こう行くでしょ。ここね、あの右側に壁あるじゃん。そこ、この中に入れる。こう。君見とこう。いや大丈夫よ。厳しい。うお、一応バックで入れろとは言われたんだけど、こっちの方が出やすかろうと思って。怖い怖い。え、何何何、いけるっていけるって、いけるよ、いけてるよ、ビビるよ、やめてくれ。うおい、これでいいのかな。お前見えないんだけど、全く。お前、よし、オッケー、到着です。バックで入れるって、そこ出てから1個バックで入れるって。いや、ここに1個バックで入れてほしいとはさっき言われたんだけど。いや、頭じゃダメなのって言ったら、いや、まあ、頭でもいいですけど、みたいな。ここ一回出てバックで入れた方がいいですか。まあ、まあ、無事到着です。行きましょう、行きましょう。安いね。安いよね。じゃあケンタロウ。あ、ケンタロウ、そうです。はい、本日、白徳でのご予約をいただいております。よろしかったです。あ、何、白徳クーポン付きのプランです。あ、はいはいはい、はい、クーポンって何ですか。でございます。こちら500円で、3000円ですので。へえ、3000円これ使えるんですか。はい、すげえ。ゲナバイ、これ今日から使えるんですか。はい、本日からご提供しますので。おいっと、すげえ、3000円分のお前持ってきますよ。2冊あんの、はい、すげえ。じゃあ6000円分使えるってことですか。ありがとうございます。すごいですね、超すげえ。 GoTo トラベルのご利用で、はい、クーポンのご利用にございます。あ、先払い、はい、先払い、はい、そうしましたら駐車料金を決めまして、3111円。すげえ、6000円分ついてくる。すごくね。あのお店は書いてない。ああ、行こうとしてるとこは書いてない。ドアはいい感じないけど、なんで
俺静電気ダメ。本当に？もう静電気ダメ。おお。つかねえ。あ、ついた。なんで？何この時間差？おお、いいじゃないですか。全然。全然いいじゃないですか。いいっすいいっす。は？左？どういうこと？おっしゃれな店やの。どこだっけ？やばいな。コロナで早めに閉められたらもうたまったもんじゃねえ。こっちだと思う。マジで。もう一個先やった。超見覚え。ここに車止めたんじゃん。あ、そうだっけ。どこやっけ。ここじゃないっけ。あれ。こっちやっけ。そこじゃなかった。おもやき。ほら。あ、準備中になってる。本日品切れのため終了しましたっけ。あっちゃ。しゃあない。しゃあないな。なんかうまそうなもん食うか。あっちの通り言える？アルマンか。残念。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますのでぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますからどうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。